こんにちは、中高年の味方、静止です。今日はですね、桑水智子さんとですね、一緒に招待焼きをのですね、竹宮焼きをですね、見に行くということになりまして、今出発してセブンでですね、ちょっと一息入れているところです。今から行きます。いつものようにですね、セブンで今日はアイスコーヒーをちょっと飲んでます。早速ここが、招待焼きの竹宮焼きというところの場所です。これは以前はですね、県軍の桑水だったんですけど、それが移転しまして、こちらの三船の方にですね、移転しました。まあ、これが入り口でですね、招待焼きの特徴がこういう、漆を使ったちょっと白っぽい感じのですね、特徴で、今ですね、この招待焼きの窯元はですね、全部で12の窯元さんがいらっしゃいます。ここはですね、竹宮窯元といいまして、その中の一つです。こういう感じでですね、見てもらったが一番いいと思います。これは外に展示してある分ですね、ちょっといろいろ投稿してます中でちょっと雑音も入ってますけど、それは気にしないでちょっと見られてください。こういう感じでですね、いろいろ招待焼きの特徴がですね、出てます。これが外ですね。そして今から中の方にちょっと入ってみます。はい、中の方はですね、これは大きい壺になってましてですね、これはなかなかいい壺ですね。あとは私が説明するのよりもですね、ちょっとじっくり映像を見られてください。こういうことでですね、時間のある方はですね、招待焼きが12の窯元さんがいらっしゃいますから、そちらをですね、一つずつ訪ねて行かれるとですね、なかなか面白いと思います。今日はですね、時間があまりありませんでしたので、一箇所だけをですね、この竹宮窯というところにちょっと行きました。そういうことでですね、ずっとこう今映してます。結構ゆっくりした感じで見られてください。なかなかですね、いい、素晴らしいですね。上薬を塗ったのがありますのでですね、ゆっくり私が喋るより見てもらったがいいですから、ゆっくりですね、見てください。そして時間というかですね、あられる方はぜひ行かれてください。これはですね、茶器ですね。なかなかこう作りもですね、いい茶器類も作っていらっしゃいました。なかなか本当素晴らしいと思います。これだけですね、この辺をしっかりですね、見てもらえばですね、なかなかですね、ですね、熊本。なかなか素晴らしいでしょう。ぜひですね、皆さんも一回時間のあるときは見に行ってください。普通の日曜のあれがありますからですね。なかなか。素晴らしいです。もうですね、私も焼き物は好きなんですけど、あまり詳しくないので詳しい説明はできませんけど、映像を見られたらよくわかると思います。こんな感じですね。なかなか素晴らしいと思います。大体はですね、本当はここに寄ってからですね、この寄ってから
本当は木古亭に行く予定だったんです。まあ、あの木国亭ですかね、行く予定で行ったんですけど、ちょっと今日行きましてですね、木国亭は残念ながら休みでした。まあ、そういうことで今日はあのこの正代焼きをですね中心に投稿してます。本当素晴らしいと私は思います。ぜひですね見てください。ゆっくりあともう少しですんで 見られてください。なかなかですね、あと最後のちょっとゆっくり見てください。ちょっと本日は時間が長くなりましたけどですね、見ていただければですね、今度時間があったらですね全部の窯元をですね行った投稿もちょっと考えておりますのでその時はまたぜひぜひよろしくお願いします。